こんにちは、ハイジです、というわけで今日はですね、娘の保育園の入園式がありまして、今その帰りでスーツ姿でございます。今日はいつになくかしこまった格好でやらせていただきますが、そんな中今日はね、入園式の最中になんと奥さんのお兄さんからこんなメールが来ましたので紹介してみたいと思います。ハイジさん、ハイジさん、イソジンの原液を口に少し入れて麦茶で口をゆすいでみてください。偶然やってビビった。というわけで、これはもうね、奥さんのお兄さんからのメールということで、やらないわけにいきません。で、結局ね、どうなるのか全く書かれてないんですよ。なので怖いのですが、一応ね、うちにありますこちら、イソジンではないのですが、多分同じ成分が入っているであろう健栄うがい薬、麦茶、これでどうなってしまうのか。原液を口に入れてゆすぐのね、そこそこの量入れないとね、結果が出るか分かりませんから、で、まチキン野郎とか言われたくないんで、このくらい入れときましょうかね。で、このままこのままで、麦茶飲めばいいのね。口の中の脂身が一個もなくなって、この滑らなくなるってこと。この原液を少し入れて麦茶で口をゆすいでみる。ああ、そういうこと。奥さんが今やってみてますけど、だってもうこれ分かった。何？分かった、答えも分かった。ちょっと待って、じゃあそのくらいでね、麦茶で、うがい、色紫でしょ。イカスミ入ってるみたいになってる。ただ俺はまあ動画でさ、吐いた水とかを映すのとか汚いそういうのが嫌いだからさ、いお兄さんすいません、そこはあんま見せたくないんで、ただイカスミ入った感じになります。口に入れなくてもここで混ぜればいいんじゃないかってことになりまして、ちょっとでいいみたい。もう本当にこんなもん、口に含むくらいの麦茶をこう入れますと、ほら、うわ、今分かった、ほら、あとひげが初めから黒いじゃねえかっていうのもみんななしね。